ルイーズ・エリザベート・ド・フランスは、パルマコ・フィリッポ一世の日、イタリア語名、ルイーザ・エリザベッタ・ディ・フランチア、フランス王イ15世と、王妃、マリー・レクザンスカの長女として、ベルサイユで生まれた。双子の妹・アンリエットがいる。誕生時から、マダム・プルミエールと呼ばれたが、父からは、バベットと呼ばれていた。1739年2月、スペイン王子・フェリペとの婚約が発表された。 政治的、軍事的なカトリック勢力の結びつきを強める目的でフランススペイン間の政略結婚は伝統となっていた。ルイーズ・エリザベートはベルサイユを出発し、同年10月アルカラデ・エナーレスでフェリペと結婚した。夫との結婚生活は不幸だった。スペイン宮廷はフランス宮廷より儀礼的で厳格であり、ルイーズ・エリザベートは自分もギボ・イサベルに 支配されていると感じた。彼女は人形遊びで1日の大半を過ごし、14歳で産んだ長女マリア・イザベラを甘やかした。ルイーズ・エリザベートは自分の不幸な状況を手紙で父に伝えた。フェリペの妹、マリア・テレサは、ルイーズ・エリザベートの兄、ルイ・フェルデナンを大大使のもとへ1745年に嫁いでいった。両家の二重結婚も珍しいことではなかった。 1748年、ルイーズ・エリザベートはスペインから避難することができた。エクスラ・シャペル条約によりオーストリア継承戦争が終結し、マリア・テレジアは、夫、フランツの神聖ローマ皇帝位を認めさせる代わりに、パルマ・ピアチェンツァグ・グアスタラの行為を、旧敵フェリペ5世へ渡した。ルイ15世の介入により、パルマ行為は、フェリペとルイーズ・エリザベートのものになった。 1748年12月にルイーズ・エリザベートはパルマ経由でベルサイユを訪れ父に感謝を伝えた。この滞在時にルイーズ・エリザベートは長期ポンパドール夫人を知った。1749年にパルマへ帰国すると彼女はフランス宮廷の儀礼や料理を持ち込んだ。1752年に双子の妹アンリエットが亡くなったためフランスを訪問し、 妹の墓のあるサンドニ修道院をもう出た。数週間の滞在のつもりだったが、結局一年余りのベルサイユ滞在となった。ルイーズ・エリザベートはマリア・テレジアと同盟し、長女マリア・イザベラをヨーゼフ大公へと継がせた。1759年、ベルサイユ滞在中に、ルイーズ・エリザベートは天然痘に罹患し、10月に休止した。彼女はサンドニ修道院の妹。 アンリエットの隣に埋葬されたが、二人の墓は、フランス革命の最中に荒らされた。ルイーズ・エリザベートと、娘、マリア・イザベラ長女マリア・イザベラ、長男・フェルディナンドも、ハプスブルク・ロート・リンゲン家との二重結婚だった。兄・フェルディナンドが1751年1月、生まれであるのに対し、マリア・ルイーザは、同年12月生まれである。ありがとうございます。